オタホの秘密基地。画をご覧の皆さん、こんにちはオタホです。今日紹介するおもちゃは、これだ劇場版トランスフォーマー、スタジオシリロスリ3クローバーだというわけで、早速レビュー行こう。これは、クローバーといって、劇場版の第3作品目。海外名は、ダークオブザムーン。日本だと、ダークサイドムーンに登場したキャラクター。これは、ドレッズという3人組で、 グランクケース、ハチェット。そして、このクローバー。パッケージの背面。これがビークルモード。そう。第5作品目の最後の機種に登場した、バーサーカーのビークルモードにも似ています。そして、ロボットモード。パッと見た感じ、ちょっと違うよね。でも、すごく似ています。これね、変形方法も、そのバーサーカーの TLK のシリーズあれにすごく似ていますね。さあ、というわけで早速、ビークルモードから、じっくり見ていこう。 ご覧ください。全体はこんな感じ。ここにディセプティコンのマーク。これはね、ロボットモードの時に髪がめちゃくちゃ長いんだよね。この本体の中に髪の毛が、こう、後ろから見るとね、入っています。ウィンドウの部分は塗装。メタリックカラーになってて、この赤いところが塗装。うん、非常にバーサーカーに似てますね。こんな感じ。さあ、それから武器。 これまた TLK のバーサーカーに付属していた武器と全く同じ。軟質パーツの、あの、トゲトゲした。この武器ですね。で、これは、マウントするときは横。ここに取り付けます。反対側も同様。こう。このように、この走行ができます。さあ、それでは比較。これがバーサーカー。違うんだよ、母ちゃん。 あの、非常に似てます。まあ、こうしてみるとね、この辺とか、ちょっと違うんですよね。まあ、変形パターンはもうほとんど似ています。この辺が開くところとかね。後ろ。こっちのバーサーカーの方は、車体の裏のところに武器をマウントできたのが良かったね。さあ次。同じドレッズのクランクケース。これはダークサイドムーンの時に発売されたガングです。 一緒に並べると、こんな感じ。さあ、次はスタジオシリーズ。バンブルビー。大きさは、これがデラックスクラスなんで、まあ大体同じですね。ラッチェット。さあ、そして最後。スティンガー。四台を一気に並べると、こんな感じです。今回のスタジオシリーズのウェ a ブワ1。 そう。1> 第1弾は、このデラックスクラスが4体に、他のボイジャークラスが2体に、リーダークラスが2体。ちなみに、ウェイブ2では、ジャズとか、ロックダウンとか、あとはね、メガトロンとかも予定されています。ビークルモードはこんな感じ。さあ、お待たせクローバー、ロボットモードに、トランスフォーム今回のクローバー、オタファーテクニカルレベル、ズバリ、そうだな、3! ま、基本的には TLK のバーサーカーと大体同じです。だけど、まあ、ゆっくり行こうか。まずは、武器を取り外す。ここからスタート。横。このパーツを伸ばして、そしたら、この部分を起こす。上に起こして、ここを折りたたむ。そしたら後ろ。ここにロックがあります。このロックを外しておく。 そしたら、今度は横。このパーツの裏。ここにロックがあります。ロックを外して、このようにしますこ。そしたら、ここにロックがあります。このロックを外すと、腕がは、あ、足が外れます。足を外したらこう。反対側も同様。ここ。これを外して、下に下ろすと。ちなみにこれ、裏から見るとこういう風になってます。 剣 <laughs> がいっぱいあります。さあ、そしたら、足。正面に向けて、足首。これがタイヤ。これをこっちに持ってくる。さあ、そしたら、側。これを後ろに下げて、ちょっとこう曲げます。これで片足の変形完了。反対側も同様。こっちに向けて、 足首タイヤそしたら側ちょっとこう曲げますこれで足の変形が完了そしたら今このようになっています腰の部分ここをまっすぐにするとそしたら上半身まずはこの背中側のパーツだねこれは定位置ここになっててそしたらここ このパーツは、こう一旦開いて、この毛この髪の毛がね、こうたくさんあるんでね。まずはこの2本を取って、この付け根。ここで稼働します。これをこっちに持ってくる。ちょっと癖がついてるんでね。反対画も同様。まず2本はこっちに来ると。2本、2本。で、ここに、5本あるのね。まあ、かなり癖がついちゃってるけど。 そしたら、この側を折りたため。か。中に入れて、ここに持ってくる。か。そしたら、腕。根元の部分で下ろして、下に向ける。で、この側。これを畳んで、こっちに向ける。この手首がね、ちょっとね、こう引っかかります。これ、ね、軟質パーツなんだよね。 あ、出てきた。こ判定側も同様。ここ,こっちに持ってきて、側。側はね、えー、畳切らないんでね。こう、ちょっと隙間ができるような感じ。で、手首。こ <laughs> <ほら> <laughs> 髪の毛すげえことになってるこれ。この付け根で稼働します。 ま、ちょっと後ろに持ってこよう。さあ、そして最後、頭部。これは二重ヒンチになってるので、こう前に持ってくれば、完成クローバー、ロボットモーズだ見事に変形しましたね。 このね、髪の毛僕初めて変形させたとき、あの元からこうなってたんだよね。あの、多分ドライヤーとかね、温めてその後で水で冷やせば、まぁ、あ、ちょっとこういろいろね、できると思うんだけど、初めてこれ見たとき衝撃的だったね。軟質パーツの髪の毛にかなり癖がある、まぁ、あ、プロポーションというか、まあ、全体の特徴的なところかな。横。ご覧いただいた通り変形は本当にまさしくバーサーカーを、まあ、少しアレンジしたような感じです。後ろ。 まあこのクローバーというキャラクターが、まあ、かなりこのドレッドヘアっていうのかなこの髪の毛が長いキャラクターなんです。早速近くで見ていこうまずは上半身及び頭部のアップ。これちびっ子トランスフォーマーやろうは怖いかなちょっと怖い顔してますね。この四つ目というのかな片目に四個ずつある。この目は塗装ですね。これは首の根元と頭部で二重関節になっているのでかなりぐりぐり動きます。 腕。付け根はボールジョイントで、肩の付け根も動きます。腕の可動範囲はかなり広いですね。お腹。これは変形の恩恵で、あのバーサーカーの時と同様、このようにね、曲げることができます。だからこう、いい感じに曲げて、こう、側を、こういうふうにね、密着させることもできます。こうやってあげると、よりクリーチャー感が出ます。足。足の可動範囲も大変広いですね。 ボールジョイント。肘。えー、膝。かな <laughs> たまに肘と膝よくわからなくなっちゃうんで。ロール。肉抜きがね、多少あるかなま、あ、でも僕がこうして見るとそんなに目立たないですね。それから大きな足。横はなく、こう前後のみですね。各部を動かして、アクションこう動かすとかっこいいですよね。このなんていうのかな後ろのわちゃわちゃした髪の毛とか。 比較的5つ目の腕とか足。大きいアクションポーズが非常に似合います。これ多分可動範囲とかに関して言えば、今まで発売された、まあ僕がレビューしたスタジオシリーズの中で一番よく動くんじゃないかな。足首は左右には動かないんだけど、こう前後にね、大きく動くのと大きいんで、設置性はかなり良好です。武器を手に持たせると、こんな感じ。 こうしてみると、なんていうのかな。こう、クリーチャーのかっこよさがありますよね。うーん、ここまで触って、やっぱりこの髪の毛が、<laughs> 僕はすごく気になって、この、パッケージとかね、潜在画像で言うと、なんていうのかな、こう、5本のドレッドがこう、いい感じにね、こう、後ろに行くんだけど。<laughs> 僕のやつは思いっきりこう、前に来てると。これはかなり個体差がありそうですよね。で、これ、これ、ど、どうにかならないかなと思ったんだけど、例えばこういう側の間とかに、 こんな風にね。ちょっと無理やりにはなると思うんだけど、こんな風に突っ込んで、まあ、極力こう下に、こう下がってるような感じに、落ち着かせてもいいよね。それから、武器は使用しないときは、ここにマウントしておくことができます。まあ、これ、前回の TLK のバーサーカーと同じかな。さあ、それでは最後は比較いきましょう。クランクケース。 このダークサイドムーン放映当時、デラックスクラスで発売されたのはこのクランクケースだけだったんだよね。同じドレッツのメンバーの、まあ、今回のクローバーとか、ハチェットっていうのは一回り小さいサイバーバース。まあ、このサイズで出てたんだよね。次 !TLK バーサーカー。あのね、パッと見はすごく似てるんだけど、こうね、近くで見ると、うん、色以外は本当に、いやよくできてるなっていうぐらいね、全然違うんですよね。 ま、足のところとか、まあ、このドレッドヘアの処理とか、顔のパターンも違う。この状態でもう一回クランクケースを一緒に並べるとこんな感じ。次はスタジオシリーズ。バンブルビー。うん。クローバーの方が大きい。スティンガー。これもクローバーが大きいかな。あ、そう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 。ごめん。あの、スティンガーのレビューの時に、ちょっと説明補足させてもらいたいんだけど、僕変形させるときに、このウィンドウをね、 一回だけこういう風に折りたたんだんだけど、これはね、三つのパーツになっているので、これ、ね、折,折るときは、この真ん中のパーツが、ここに来て、これを押さえて、もう一段同じようにこうやって折りたたむんだよね。そうするとこうなります。<laughs> ごめんね。これちょっと忘れてました。参考にしてください。さあ、そして最後、ラッチェット。おラッチェットとクローバーが大体同じくらいだ。全部を並べると、 大きさが違うことがよくわかります。一通りの遊び方はこんな感じ。さあ、そして最後はパッケージ。まあ、これはお馴染みのやつですね。ブリスターをどかして、これ。中に台紙が入っていて、これがディスプレイスタンドになります。ちなみにこれの絵柄は、あ、ダークサイドムーンの時の印象的なシーンだね。ドレッズ。あの、クローバーを含めた3人が、 アイアンハイドやバンブルビーをあの追いかけるハイウェイだね。ここに置くとこのようになります。遊び方はこんな感じ。というわけで今回の劇場版トランスフォーマースタジオシリーズ03クローバーのレビューいかがだったでしょうかうん。あの基本的にはその TLK のバーサーカーに非常によく似ているんだけど、細かい部分をね、さっき見ていただいた通りロボットモードで大きく違っていましたね。 レビュー中にも言ったんですけども、これは放映当時発売されなかったキャラクターなんで、今こうして手に入ってとっても嬉しいです。自分が気になったのはね、まあ人にもよると思うんだけど、やっぱこの髪の毛かな <laughs>。これは長いドレッドヘアであるクローバーの大きな特徴でもあると思うし、やっぱり素材的には軟質パーツがまあベストなのかなとは思うんだけどね、これの取り回しが結構苦労します。 ま、これもまたレビュー中にも言った通り、いろいろとね、気になる場合はドライヤーで、こう、温めて、まあ、形をね、こう、いろいろいじるといいかもしれません。本当に気になったのはそのぐらいかな。今後もスタジオシリーズのレビュー、どんどんやっていくんで、楽しみにしてください。あ、そうそうそう、ちなみに、えー、今日まででね、4つのデラックスクラス全部レビューしたかな。Wave 1が、今回のこれ含めた4種類。あとはね、ボーイジャークラス。 ちょっと大きいやつのオプティマスプライムとスタースクリームリーダークラスとても大きいやつのグリムロックとブラックアウトこの動画を見てる君だったら例えばねこのレビューの次どれみたいですか <laughs> 多分ね近日僕のところに全部届くんでまあコメントのねおたまこれをレビューしてくれっていうのがね多かったやつを参考に次はそれをレビューしたいと思います楽しみにしててね今回の動画面白かったな楽しかったおたま もっとトランスフォーマーのレビューやってくれという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あと、どんな靴でも結構です。おー、たタフー、これバーサーカーにめっちゃ似てるね、とか。おー、たター、スタジオシリーズ、あー、あれからやってくれ、など。どんな靴でも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタフでした。あ、そうそう、トランスフォーマー。最近めっちゃくちゃいろんなものが発売されてるよね。 この動画を見てる君は何か買ったもしよかったらぜひ教えて。またねー